はい、皆さん、こんばんにちは。そして、いらっしゃいませ。朝ドラグです。それでは、原神の続きをやっていくよ。まあ、万民堂に戻ってきたんだけどね。このイベントをやるにあたっては、これをクリアしていかないといけなかったっすね。これね。まあ、必要な分だけ通ったから別にもうあとはやってないんだけど。これが一番稼げましたね。これはただ、敵をぶっ倒していけばいいから。これをやった方がいいかもね。で、この2が今、解放されましたよっていうところですね。いや、いよいよ。シャンリンの直撃が始まるんですよかね。といったところです。はい。万民堂まで戻ってきましたよ。シャンリン、来たぞー。旅人、パイモン、聞いた？私、料理王決定戦の予選を通過したんだ。本当か？やったな。いつ予選したの？普通に料理を作ってたら通っちゃった。普通に？調子に乗っちゃいけないよね。今日はあなたたちに頼みたいことがあるんだ。なんで？新しい試作料理を作ってみたから味見してもらいたいの。それで何か助言があれば欲しいんだけど、旅人、一口どう？食ったばっかだぜ。ああ、そうなんだ。しかもオイラたちシャンリンの料理をしょっちゅう食べてるから、あまり客観的なことは言えないかも。オイラたち以外の人に何人か試食してもらった方がいいと思うぞ。なるほど。なるほど。そうだね。うん。姉さん。それなら最初は北斗姉さんがいいかも。確かに北斗なら頼もしいし、ちょうどいいかもな。頼もしい。よし、早速北斗を探してみようぜ。俺の北斗は頼もしくないな。この時間なら布団にいるはずだよ。料理を包んで布団に行ってみよう。やっとと行こうぜ。急がないと。あ、見つけたぞ。いた、深淵。北斗は深淵と一緒にいるみたいだ。あれ、深淵の話なんであったっけ。北斗姉さん、深淵、お話し中？シャンリンか。ちょうどいいところに来た。あんたの話をしてたところなんだ。あんたの？北斗さんがあたいたちを船に招待したいとさ。船の兄弟たちが会いたいって言ってるらしいぜ。こいつは誰だってなっちゃうでしょうが。深淵は深淵のデートが解放されるんだっけ、次のアップデートで。何だったっけそこでわかるのかしら。お前ら本当に仲がいいんだな。北斗姉さんと深淵は私の常連客だからね。たまに北斗姉さんの船で食事の世話をしたりするんだよ。それに最近、深淵も船でライブしたいって言ってたよね。船でライブ。最高の音楽はみんなとシェアしなくちゃな。いつか時間があったらあんたらも聞きに来てくれよ。そうだ、私今年の料理王決定戦の決勝に進んだんだ。試合で出す料理を作ったんだけど、みんなに一食してもらいたいの。おお、いいぞ。ちょうど酒のつまみになる。ああ、腹が減ってたところなんだ。早く食べさせてくれよ。おひょー、このフーロンジービン最高だぜ。こんなうまい料理をつまみにできるなんて幸せだな。なんだかみんなすっごくテンション高くないか。フーロンジービン、お食べください。水晶エビ、この3つの料理は全体的に薄味な感じがするな。お食べください。これ3つとも薄味って言えるか。薄味、5%いるじゃん。私らいつも海の上を行き来する人間は
常に選択肢というのが少ない。特に遠くへ航海する場合、食料を節約しなきゃならないんだ。だから、まあ、陸に戻った時ぐらいはちょっと脂っこい熱々の料理が食いたいんだよ。北斗と行幸の好みって全然違うよな。そうだな、北斗さんの好みはあたいやシャンリンに似てるんだ。行幸、あの女とは反りが合わない。好みが違いすぎて一緒に食事ができないんだからな。でもこの前話してた時は仲良さそうに見えたぞ。力が拮抗してるのも一種のバランスなんだよ。そういえばあいつが食べてた白菜のお湯煮を見た時は呆れて物も言えなかったぜ。すげえわかるぜ。白菜のお湯煮は確かに上品で見た目が綺麗かもしんねえけど、味に面白みがない。やっぱ口に入れたら炸裂するような味の料理が一番だ。私の試作料理、深淵も薄味だと思う？薄味というか、なんだかリズムが足りないって言えばいいのかな。同感だ。味は申し分ないが、大会に出すと考えるとちょっと気迫が足りないな。リズム？気迫？料理にそんなもの必要なのか？グオパー、それ回しちゃいけないぜ。リズム気迫、ガン見してるもんな。シャンリンならリズムを理解できると思うぜ。わかんねえ。ただあたいはミュージシャンだし料理に関しては素人だ。あたいの助言なんかそんな気にしないでくれよ。そんなことないよ。深淵と北斗姉さんの言う通りだ。リズム、そして気迫、うん、なんだかつかめた気がする。私も料理しながら同じことを考えてたんだ。新しい組み合わせなのになんだかビビッとくるものがないというか、ズバッとくる一撃が足りないように感じてたんだよね。何を求めてるんだ。なんだか掴んだみたいだな。ああ、戻ってきた。でも料理と音楽に共通点があるのか？私とファイマンの共通点みたいな感じかもな。そんなのあったっけ？余計何言ってるのかわかんないぞ。オイラをからかってるのか？お前は非常食。よし、改良の余地が見えてきた。おお、うまくいきそうだな。思い切って挑戦しろよ。うまくいきそうなのか？あんたは優秀なんだから絶対に優勝すると思うぜ。シャンリン以上の料理人はリーウェ校にまずいないからな。そうだよな、北斗さん。なんだかんだ言ってシャンリンは私が一番見込んだ料理人だ。私が認めるようなやつはこの世にそういないんだぞ。私頑張るよ。ありがとう。それじゃ応援してるぜ。私は深淵と一緒に一旦船に戻る。いろんなやつ乗せてんな。シャンリン、あの二人は好みが偏ってたけど大丈夫なのか？薄味が好きな人も探してみたらどうだ？確かにね。北斗姉さんは油多めの熱々料理が好きで、深淵は辛いものが好き。念のため他の人の意見も参考にした方がいいかもね。薄味が好きな人、旅人、誰か心当たりあるか？行幸に頼めばいいだろう。誰のことだ？誰でしょう。犯人道具だ。なるほど、確かに薄味だな。じゃあもう一回ボージョラ館に行くか？何何？少女様。この前会えそうで会えなかった人のことだぞ。ここで試してみるか？あ、思い出したぞ。名前を呼んだら駆けつけてくれるんだったな。なんだそれ。でも名前を呼んだだけで本当に聞こえるのか？もう少し静かで町から離れた場所で試した方がいいかもな。人目につくとやばいだろう。ここで
正気かお前。じゃあ3人で順番に呼ぼう。え、私もやるの？オイラが最初な。ふっくりさん。ショーン。ショーンみたいに言うな。ヘビーレイ。何も反応がないみたい。もう一度だ。ショーン。うるせえ。おい、まさか来ないんじゃないか。つまり呼んだら駆けつけるってすごい人があなたたちに約束してくれたの？で、オイラたちとじゃなくてこいつとだけ約束したのかも。俺が。なるほどね。じゃあ旅人が試してみようよ。パイモンたら勘違いしちゃって。る、うん、残念。しょーよ、早っ。早えよ。本当に来た。我の名を呼んだだろう。どうした？やっとに来るとは思わなかった。約束したことを我は必ず守る。入っていいですよ。という間に駆けつけるなんて、さすが仙人。仙人。仙人なの？ショーって呼んでいいのかな。こんにちは。私が旅人にあなたを呼ぶようお願いしたの。私はシャンリン、料理人です。呼び捨て。今年の料理王決定戦の決勝に進出したから、それに向けて料理をいろんなお客さんに試食してもらってて。ショー様。様をつけろよ。我がか？はい。あなたは薄味が好きだって旅人から聞きました。薄味が好きな人に新しい料理を食べてもらって意見を聞きたいんです。千年に聞くのはなんかずるいような気もしないでもない。お前の願いであるならよかろう。やったー。よかろう。ショーって、うん、稲妻でも来てくれんのかい？どうだ？食べられるか？無理するなよ。なかなかに微妙だ。あ、そうそう。え、本当？やったー！仙人に褒められた。お父さんが知ったら感極まって泣いちゃうかも。お前のその手際良さはある料理人を彷彿させる。お前はそいつと同じで心を満たすいい料理を作る。二人とも悪くない腕だ。おい、二人とも。今日が言ってる料理人って元将のことじゃないか？元将。強いて言うならば、この二つの副菜は我にとって味が少々濃かった。少し手を加えればより良くなるだろう。我の所感だ。深く気にすることはない。参考にするか否かはお前が決めろ。うんうん。副菜の味薄めっと。メモしたよ。薄め。仙人さん、ありがとうございました。味なくなっちゃうよ。会えて嬉しかったです。ならば我は去るとしよう。どうも。またいずれ。お化けかよ。グオーパーが探しているじゃねえか。本当に来るとはな。せやな。今もう一回呼んだら来てくれるかな。それはよくない。ショーっつって。冗談だって。泣いちゃったよグオーパー。旅人、パイモン。いろんな人に試食してもらってどうしたらいいか分かったよ。グオーパー言いづらいね。この考えを形にするため帰っていろいろ試してみるよ。本当にありがとう。そうだ、決勝戦は玉境内でやる予定だから必ず見に来てね。あの石の前か。応援してるぜ。うん、勝ってみせるよ。現象も一緒なんだろ。
元将に勝てるかどうかの問題だな。次どこやねん。ん？ああ、なるほど。行こうよ。は、そろそろ時間だ。会場に行ってみよう。会場に行ってみようぜ。会場にレッツルゴー。お、お宝があるからちょっと取ってきまーす。イエーホー。努力に似合う収穫、急がないと。努力に似合う収穫、どこら辺が、よっ、到着。あれ、今年のリーエ料理王決定戦の決勝へようこそ。私は委員会に指名され、今大会の審判兼司会を担当することとなった縁妃だ。あ、縁妃だ。縁妃もこの大会に関わってたのか。縁妃は今年の料理王決定戦はリーエ七星主導のもと、さまざまな機関が運営に携わる大会となっており、予選と決勝戦の2段階に分かれている。すでに予選は終了し、リーユへの各地域から集まった猛者たちはふるいにかけられた。本日その予選で残った2名の選手が決勝戦で相まみえることとなっている。決勝はこれよりこの場で皆の前で行われるぞ。審判として私は委員会とリーユへを代表し、決勝戦の公平と公正を保証する。続いて本大会の審査員を紹介しよう。審査員は委員会の者と観客に分かれている。委員会の審査員はこの3名だ。天泉、行幸殿、雄辺、国政殿、そしてベテランの食通、天王寺。天王寺。この3名に加え、委員会は会場にお越しいただいた観客の中から10名を選び、両選手の料理を味見していただいた後、投票をしてもらう。つまり計13名の審査員がおり、それぞれ2名の選手に票を入れることになる。票数の多い方が今年の優勝者だ。おお、盛り上がってきたぞ。パチパチ。それではいよいよ待ちに待った選手入場の時間だ。さあ2人とも左に立つは敵化州予選のシード選手。包丁に漂う香り、怪盗の胸郭、現象。よろしくみんな。わあ、緊張してる。現象も決勝戦に進んだんだな。でもなんだかすごく緊張してるみたいだぞ。現象、いつもの調子を出せ。お前はオーナーと支配人の自慢だろ。え、おう。右に立つはリーウェ校予選の実力派王者、猛火の嵐、妙手の料理娘、シャンリン。あー、そして彼女の謎の助っ人、無名の生き物。無名の生き物。グローパーだ。グローパーだよ。みんな、私頑張るよ。グローパーで助っ人なの。さあ選手たち、私に宣誓を。何々ちゃって。料理王決定戦の決勝選手として全力を尽くし、正々堂々と勝負することを誓ってくれ。名前呼ばれなくてしょんぼりしちゃって。料理王決定戦の決勝選手として全力を尽くし、正々堂々と勝負します。料理王決定戦の決勝選手として全力を尽くし、正々堂々と勝負します。私も公平公正平等を原則に決勝戦を見届けよう。続いて審査員の行幸殿に決勝戦のテーマを発表してもらう。皆さん、今年の料理王決定戦の決勝戦にお越しいただき感謝します。私は天中園行幸、主催側を代表して今回の料理のテーマを発表するわ。テーマは陸水の義よ。
陸水の儀、今年の月酔い祭の食と参加にぴったしだな。陸水の儀ってなんだ。まあ魚介と大地と水の流れ、その両方を表現してるみたいだ。奥が深い。本当にそうなのか。本大会に細かな決まりはないわ。二人には料理で勝負してもらう。具は近いだろう。提出する料理は審査員の好みを狙ってもいいし、実力で会場にいる全てのものを魅了するのももちろん歓迎。それでは二人の活躍を期待してるわ。エビとポテトの包み焼きだ。決勝戦の調理時間は1時間。主催側が用意した食材を使って料理を作ってもらう。それじゃあ準備はいいかな。ではリーウェ料理王決定戦決勝始め。食劇開始。みんなにお前の実力を見せつけてやれ。旅人とパイモン試合を見に来てくれてありがとう。安心して最高の料理を作ってみせるから。観客俺しかいないですからよし、ああ始めるぞ。始めるぜ。いつも通りまずは火を起こそう。まずは火を起こそうって。料理が始まったよ。今日は副菜の味を薄めにって言ってたよね。そうすれば主菜の味が引き立つし、深淵の言ってたリズム感も引き出せそう。でも味が薄すぎると仕上がりが弱くなる。水晶エビに砂糖を加えて味を引き立たせよう。砂糖ウーパーか。公平を期すため試合中に審判と会話するのは禁止だ。あそこ二人の料理を期待しているわ。この実力派の二人からどんな料理が出てくるのかしら。天王寺いい雰囲気じゃのう。じゃあ天王寺もあれなんだよ。旅人はどこにいんだ。旅人いねえんか。この俺はどうすればいいんだ。どうすればいいって他人にやっちゃうよ。何すりゃいいんだこれ。味だから副菜同士の味もうまく分けないと。主菜側が用意した出汁は香りが強いけどしょっぱさが足りないね。うん、北斗姉さんの意見も重要だからここは塩を入れておこう。塩、リウエさん、リウエさん、どこだ、これか。今日の主役だから迷わずみんなの助言通り少し胡椒を入れて風味をアップさせよう。ジョジョ、ジョジョはどれだ、これか。バンバンチ入れよ普通にバンバンチ入れよこれ。いや、あれ現象の様子がなんだか変。ラララグオパー、グオパー、おやおや、おっと会場で珍事が起きているようだ。
ウホッパ食ったなお前。シャンリン選手の謎の助っ人が対戦相手を手助けしている？審査員の皆さん、これはどういうことなのだろうか。この謎の助っ人はシャンリン選手の相棒で、二人で一つであることは事前に知らされているのだが、この状況は一体？問題ないわ。それにその助っ人がよからぬことをしているわけでもないしね。はっはっは。若者同士の対決は実に素晴らしい。わしはこのまま見届けるとしよう。これについては私が説明するわ。この決勝戦開始前に委員会は両選手の調査を行ってるの。そして双方が今大会の規則に違反してないことが確認できてるわ。シャンリンは優秀な料理人で、その助っ人はシャンリンの仲間であり家族でもある。シャンリンの料理は全て彼女の手によって作られている。助っ人にできることは火をつける程度よ。シャンリンの腕前からすれば薪で火をつけようが助っ人を使って火をつけようが大差ないわ。みんなが心配するのもわかる。火つけるだけって。助っ人が奇妙な踊りでシャンリンを応援してるなんて確かに変な光景だもの。奇妙な踊りどい。けど今は同じように元将選手の傍らで元将の応援をしてる。つまりこの助っ人がどの選手も公平に扱っていることを証明してるわ。味方もその相手も励ましている。公平な助っ人よ。そうだよ。どうなのかな。ウーパーは私の助っ人じゃない。ただ料理をしてるところを見るのが好きなの。元将のそばに行ったのもきっと元将の緊張をほぐすためだと思う。みんなに保証する。ゴーパーは試合の邪魔をしない。というよりも元将が実力を発揮できなかった時の方がこの決勝戦にとっても大きな損失になるんじゃないかな。私も防除旅館で元将の料理を食べたことあるんだ。彼はすごい料理人だから本当の彼と正々堂々勝負したいの。なるほど、面白いじゃない。天王寺、あなたはどう思う？天王寺、文句などない。あのように公平な競技精神を持っておるとは大したものじゃ。ということで我々委員会と審判はこれを認める。よって試合は続行だ。元将大丈夫？俺もよくわからないんだ。ものすごく緊張しちまって。くそ、こんなに手が震えるなんて。深呼吸して気を楽にして。私もそういうことがあったからいい方法を教えてあげる。心の中で平気だって繰り返すの。もしくはお父さんのこと思い出して。親父を？そんなんでいいのか。親父だって私はそうしてきたんだもん。ラララ。じゃあお袋のことを思い出してみるか。あ、お前は戻ってくれ。俺は大丈夫。俺のせいでお前の足手まといになっちゃいけないからな。ならないよ。だって料理は完成してるもん。何？俺も負けてらんねえ。うんうん、その息だよ。凄腕なんでしょ。本気出して。この前元将が作った料理は最高だったよ。俺は、そうだ、俺ならきっと大丈夫。シャンリン、あとそこの、とにかくありがとう。すぐ仕上げるから。時間だ。ああ。両者ともに料理を完成させた。次は審査員席に料理を運び評価をしてもらう。完成した順にまずシャンリン選手から料理を紹介してくれ。私の料理は、主菜ジョジョジー、副菜リーウェサンス、天津水晶エビ。天津。料理のテーマは陸水の儀。海と陸地の両方を、つまり獣肉と鶏肉、そして海鮮を使ったの。私の主菜ジョジョジーは鶏肉と唐辛子の組み合わせだよ。絶雲の唐辛子は
山々で育った山の幸で、鶏肉は空からの恩恵だね。リーユエ山荘にも鶏肉を、そしてハムとタケノコを使ってる。この料理も山の恵みを感じられて、辛さと鮮度、暑さと冷たさが絶妙なバランスをとり、ジョジョジーと相性がいいの。最後の水晶エビは米、エビのむき身、人参で作る料理だよ。米から作った薄く透き通った皮でみじん切りにした人参とエビを丸ごと包み、プリッとした食感に仕上げてある。ライスペーパー的な。エビは海の贈り物。米の皮でギュッと包み込むことで海と大地が溶け合い、ほんのりと甘みのある味になるんだ。最後の一品にぴったりでしょ。素晴らしい解説だった。続いては元翔選手、料理の紹介を。俺の料理は仙腸椒、ミントの和え物、エビのポテト包み揚げだ。出た、エビのポテト包み揚げ。シャンリンが言ったように、陸水とは海と陸地を意味する。空を飛ぶ鳥、地を歩む獣、泳ぐ魚やエビ、俺が使った食材もこれらのものだ。仙腸椒はリーウエの名物料理。仙腸椒が好きだ。俺はボージョレ家の料理人として、この料理こそが旅館の切り札だとずっと考えてきた。あれかなりめんどくせんだよな、食材。この料理は複雑で、食材の扱いが非常に困難だ。燻製したハム、カニ、エビと松茸を使用してる。この試合に敬意を表すため作った主菜だ。松茸、副菜のミントの和え物はすっきりとしていて、仙腸椒の濃厚な味とぴったりだろう。ミントの和え物ってなんだ。そしてエビのポテト包み揚げは誰もが好きな伝統料理だ。甘味じゃん。濃厚なスープを一口飲んだ後に食べると、これ以上至福な時はない。クオパ甘味。こんなに離れてても香りがここまで。もう我慢できないぞ。それでは審査員の皆さん、どうぞご試食を。うまいぞ。素晴らしいわ。どちらも緻密に作られていて絶妙な味わいね。エビのポテト包み揚げをもう一つ、ああ、いや、二人の料理をもう一度味わってみるわ。好物だ。シャンリン選手の発想は実に面白い。服が破けてるし。例題を主菜にするとは、大胆なことをしておる。このジョジョジーはとても独特じゃ。例菜とはいえ、唐辛子は炒めてあって、ほのかに熱を感じる。噛むと唐辛子のピリ辛さと胡椒の風味が口の中に広がり、実に素晴らしい。この仙腸椒、とても美味しいわ。リウエ山荘の味付けもちょうどよく、上品な味わいね。素晴らしい出来だわ。それでは審査員の皆さん、じっくりと考えて投票してくれ。また委員会が選出した観客にも審査員として評価してもらう。幸運にも試食の資格を得た皆さんは公平な判断のもと投票を頼む。くぅ、おいらたち選ばれなかったぞ。どうして審査員にしてくれなかったんだ。本物の食通なのにおいらに審査させないなんて損してるぞ。お前が作るんかい。こんなに美味しい料理と凄腕の料理人がいっぱいいるけど、オイラに優しくしてくれるのはやっぱりお前だけだな。皆さん、どういうこと？お待たせした。投票結果の集計が済み、その結果が行幸殿に渡された。グーパー、まだ食材見てる。それでは行幸殿、リーウェイ料理王決定戦決勝の結果を発表してくれ。食ってねえじゃねえかみたいな。今年のリーウェイ料理王決定戦の優勝者は元翔かよ。シャンリンか。ドキドキ。一票差でシャンリン選手の優勝。シャンリンでしたか。
一票差ってなんだ。おお、接戦だったみたいだな。やっぱりか。分かってたさ。激しい勝負の末、今大会の優勝者が誕生した。リーエ高地区のシャンリン選手が一票差で敵下州地区の元勝選手を破り優勝。勝負は必ず決するものだが、票数がほぼ同じなのは驚きの結果だ。二人とも優秀な料理人であることは間違いなし。全力を尽くして戦った二人に拍手を。観客の皆さん、リーユへの皆さん、拍手。大会へお越しいただきありがとう。審判のこの私が、試合結果は公平なものであり、今年の料理王決定戦が無事終了したことをここに宣言する。公平という。大勢のご来場に感謝します。またお会いしましょう。ああ、帰る際は他の人に迷惑をかけないように。それと忘れ物がないかよく確認してくれ。シャンリンのとこに行ってみよう。うん？岩はどうなってるんだ。割れたか。ここ通ってってな。北西イガンバナ。グレンゲだよ、グレンゲ。元勝、今回は私の勝ちだけど、あなたの料理一口だけ食べてもいいかな。おのぼじは許しまへんで。もちろんだ。俺にもお前の料理を食べさせてくれ。あー、さすがだ。負けを認めざるを得ない味だよ。はあ、この船長賞もとっても美味しい。美味しすぎて涙が出ちゃいそうだよ。気に入ってくれたということは、お前は見る目のある料理人だ。うん、私の実家も小さな料理屋だからよくわかるの。人にとって食は何よりも大切で、お客さんがいるからこそ食文化は存在する。家庭料理を甘く見ちゃダメだってね。お前の料理は変わった発想と食材にこだわることで有名だと聞いたが、まさか小さな店の出身だったとは。巷には凄腕の料理人が潜んでいるものなんだな。あなたもね。旅館の料理人はいつもお客さんのことを大切に考えてるでしょ。あんなにいい料理を作れるのもうなずけるよ。お前はいい相手だった。機会があればまた手合わせしよう。うん、次は今日よりも強くなってるからね。約束だぞ。旅人パイモン、お待たせ。さっきの料理は食べられた？待たせだな。ままま、その話はやめてくれ。食えなかったようだ。審査員に選ばれなかったんだ。気にしない気にしない、戻ったら作ってあげるよ。まあ人数制限がかかったんだろう。本当か。やったー。14人になっちまうから。ああ、そういえば私と元勝に商品を送るから届け先を教えてほしいって主催者に言われてたんだった。高級食材セットと賞金が送られるらしいの。賞金だからちょっと行ってくるね。賞金なんもら。後でまた会おう。なんもらですか。行っちゃったな。まあ嬉しそうでよかったぞ。そういえばさっき国政が行校と一緒にどこか歩いてったな。大会に関する用事でもあるのかな。後で心臓がどうなったか聞きに行ってみようぜ。心臓パッカーンしたか。うわあ、残しちゃってまあ。行幸の席だ。同じ席に座る北西。私が二人いるぞ。写真撮りてー。どうした国政。
頭痛が痛い。ここにいたのか。うん、来てくれたのね。あれ、浮かない顔だな。何か悩み事でもあるのか。うん、旅人、ちょっと困ってることがあってね。さっきの試合、実は現象に票を入れたの。国政はシャンリンに票を入れなかったことを後悔してるのか。いいえ、審査員として公平は保つべきだわ。私の票は真剣に考えた結果だから後悔はしてない。でもシャンリンは私の友人だから、このことを彼女に話すべきだと思ってるの。けどこれはあくまで私個人の立場から考えたこと。参加者であるシャンリンは理解してくれないかもしれない。シャンリンみたいな性格のことの接し方もわからないし、どうやって言おうかしら。釣り合いんじゃね。オイラは大丈夫だと思うぞ。言い方とかシャンリンはきっと気にしないって。シャンリン見とる。それに最終的に優勝したしな。みんなここにいたの？探したよ。シャンリン、その伝えたいことがあるの。え、どうしたの？料理対決の時は斧が心に従うようにと私の祖父が言ってたわ。つまり料理で勝負したり私有を消したりする時、自分が思った方に票を入れるべきで、他の影響は考えず本心に従うべきだと。もちろんこれは祖父個人の見解だわ。でも私もそれが正しいと思ってるの。だから私はあなたの友人だけど、票を現象の船長賞に入れたわ。包み上げれないんだ。そうよ。ええ、その通り。エビのポテト包み揚げが好きなの。いけないかしら。真剣な顔をしてるから何かあったのかと思ったよ。大丈夫、私は全然気にしてないよ。え？国政は自分の好きな方に投票しただけ。何の問題もないよ。逆にそうしてくれないと不公平な試合になってたでしょ。わざわざ伝えてくれたってことは、友達として気まずかったのかな。そんなことは。私言ったでしょ、真面目な国政が一番大好きだって。私にとって厳しくない意見は意味がないの。ぬるま湯を求めるのは素人がやること。私はもう素人じゃない。これから進むべき道や作る料理は今以上求められるはずだから、国政みたいな友達が必要なの。逆に国政は責任感が強すぎるよ。気にしなくていい時もあるのに。国政は七星であり、一人の女の子でもある。友達といる時は気を使わなくてもいいんじゃない。それに行幸さんもこんな感じなんでしょ。北斗姉さんから教えてもらったんだけど、行幸さんとはお互い気を使わない中で、たまに船で木々で対局するんだって。行幸さんは身分や地位を気にしないし、大胆な人でしょ。木々、国政もあの人みたいにもっと肩の力を抜いてよ。将棋みたいなやつかな。シャンリンの言う通りだぜ。厳しすぎないか。旅人、シャンリン。そういえば、ここで立ち話してる場合じゃなかったわね。まだかまど神の心臓を確認してなかったでしょ。どう、忘れるところだったぜ。早く確認してみよう。忘れてたぜーの間違いだわ。急ぐんだー。割れてるかもしれないだろう。てか中に何が入ってんだ。アンモナイトか。見た目的なやつだ。いっぱいあるねこれ。何なんだろう。灯籠かな。あれ傷治ってね。おかしいなぁ、石に変化はないぞ。ダメかね。そんな、
試合はあんなに盛り上がってたのに。まさかあの試合じゃかまど神を蘇らせることはできなかったのか。もしかしてこれじゃダメだったのかしら。そうだぞ、もうここまで来たんだから少しくらい待つことになっても気にすんなって。そうだろシャンリー。うん、時間があるからもう少し待とう。それにみんな一緒だから退屈もしないでしょ。そういえば国生、いいお知らせがあるんだ。この前もらったレシピなんだけど作れそうなの。師匠が試合前に来てくれて欠けてたレシピの文字を解読してくれたんだ。今ならきっとその料理を作れるよ。ピンバーグ、すぐ場所を探して作ってあげるから少し待ってて。ここでいいだろシャンリン。そうだ、旅人も一緒に来てくれる。なんでやねん、うん、シャンリンのやつ元将に勝ったばかりなのにオイラたちに挑戦するのか。ふん、職業する。違うよ、レシピを集めるのが好きなんでしょ。旅している時にこの料理が役立つかと思って教えてあげたかったんだ。そうだったのか、オイラたちの考えすぎだったか。今さらそんなお世辞を言われても。何よ、料理を作るんでしょ。ほら早く行ってきなさい。行ってくるぜ。ピリ辛蒸しまんじゅう、はあ。まんじゅうじゃねえか、まんじゅう怖いわ。まんじゅう怖い。出たよ。キュアンでできるか。あ、できそうだね。ココミちゃん来ないかな。あ、来ないね。ゆくあきくんが来た。ゆくあきくんかよ。別にいいんだけどさ。ゆくあきくん。あ、貫突したよ。ゆくあきくん貫突してしまったな。ルサリアさんも結構行ったんだが。二突か。残念。これだな。材料がなくて困ってたわ。深夜ね。できたぞ。できたー。国生、どうや。戻ってきたぞ。あたしと旅人でそれぞれ作ったよ。温かいうちに食べよっか。それじゃあいただきます。うまいぞ。私、これがあのレシピの味なのね。え？失礼したわ。シャンリン、旅人、これを作ってくれてありがとう。私が望んでた味だわ。とても美味しい。しかも不思議な感じがする。祖父と過ごした日々に戻ったみたい。本当に？よかった。さっき言いそびれたけど、実は師匠がレシピを解読してくれた時にこの料理の作り方をすでに知っていることに気づいたの。作り方を知っていたっていうことはレシピがなくても作れたのか。
うん、昔お父さんに作り方を教えてもらったんだ。でもこの料理は国生のおじいちゃんの手記にあったものじゃないのか。この料理だけど、私が思うにおそらく祖父が考案したものではないと思うわ。私の祖父はリーウェの不動産業界でも有名な重鎮だったの。それと同時に学者でもあったわ。不動産王だった。古書を収集するのが好きで、失われたリーウェの伝統文化にも知見があった。幼い頃の私はよく祖父の書斎で本を読んでいたわ。様々な本を読み、元王帝君が実在するのかどうか話し合ってた。果たしてそれらの古書にどれだけの信憑性があるのかはわからないけど、祖父はこう言ってたわ。本は私たちを歴史に導く架け橋に過ぎない。国政のその疑問は我々子孫が追い求め見極めるべきだ。祖父が亡くなった後、私は成長して七政の一員となった。それ以来元王帝君に対する見解も伝説から本物へと変わったわ。元王帝君の名は私にとって祖父の思い出とつながってる。元王帝君の名を見るとよく祖父のことを思い出すの。そして書斎にあった手記のことも。このレシピは祖父の手記から書き写したもので、あの人が蘇らせたかった古き時代の料理。ただ残念ながらあの頃はレシピが不完全だったから完成することはなかったけど、祖父はこの料理の試作品を作るたび私に食べさせてくれた。本当に懐かしい。あの頃食べていた味に似てるわ。古き時代の料理？この蒸しまんじゅう、そんなに長い歴史があるのか？私のお父さんは、そのまたお父さんから教えてもらったんだって。この料理は、私の家に代々伝わってるらしいよ。うちでは、ピリ辛蒸しまんじゅうって呼んでるんだ。家庭でも作りやすいし、持ち運びもしやすいから、特に旅先で食べるのにぴったりなんだよ。グオパーを見てたら思い出しちゃった。グオパーと初めて会った日に作っていた料理もこのピリ辛蒸しまんじゅうだったの。グオパーと初めて会った日？グオパー。うん、私とグオパーはある洞窟で出会ったの。その日洞窟で雨宿りしてたら、そこに祭壇があるのを見つけてピリ辛蒸しまんじゅうをお供えしたんだ。その後、うっかり寝ちゃったんだけど、目が覚めたら、グオパーがピリ辛蒸しまんじゅうを全部食べちゃっててね。それ以来、この子はずーっと私についてきて、今では私の家族になってるの。ペットですわ。おい、おしゃべりに夢中になってたら、石を見ろ。あれだ、グオパーじゃん。爆発した。これはグオパーで石像や。グオパー、どういうこと？あれ、ピリ辛蒸しまんじゅうはもう食べたようじゃな。師匠、ピンバーや、見ろよ、この心臓まるでグオパーみたいだぞ。グオパーじゃね。そうじゃ、何せグオパーこそが子供たちの探していたかまどの魔人なのじゃからの。何？グオパーが魔人？魔人なの。あれ、にぎやかさがかまど神をよみがえらせる鍵となるかどうかわしに聞いたじゃろ。あれの答えはゼでもあり火でもある。かまど神は民を思い、そして人々の願いを叶えるため身を粉にしてきた神。この神にとって心の願いと心血は別物なのじゃ。心血とは技術、才能、経験のこと。しかし心の願いこそが人々の胸の奥底にある最も純粋な力なんじゃ。
料理王決定戦は見事じゃったが、そこに注がれた心血は願いを上回っていた。心血だけでは深い眠りについたかまど神をよみがえらせることはできぬ。じゃが国勢があの料理を食べた時、心の中の願いが満たされたのじゃ。そして求めていた答えだけでなく、大切な祖父との思い出もよみがえった。その願いが叶った時に湧き上がった大きな力がかまど神の心臓と共鳴し、かつての姿となって地上に現れたのじゃ。当然かまど神そのものは心臓の中にいなかった。皆のそばにいたのじゃからな。はあ、全盛期だった頃の自分の心臓を見た感想はどうじゃ。見事な威風堂々とした姿じゃろう。別に戦いそうなんだけど。全盛期？あ、ちょっと待って、クオパーに何があったの？もしかして今のクオパーは昔と違うの？違うだろうな。かつてこの者はリーユエの大地の守護神じゃった。今はシャンリンのグオパーじゃがの。グオパーで過去に持っていた知恵と力は全てこの大地に捧げられておる。魔人が力を大地に捧げる、そういった伝説は聞いたことがあるわ。でも一体どうやって？大地が直面してきた危難や試練は子供たちの想像をはるかに超えるものじゃ。大干ばつ、洪水、豪雨、暴風、地震、津波、火災、病、リーゆえの地から災害が完全に消え失せることはなかった。過去に現れなかった災害も後になって生まれてくる。その影響を最も受けたのが仙人の肉体を持たない凡人だったのじゃ。かまど神はかつて人々と不毛の平原を越えて港へと訪れ、家を建て火を起こした。リーゆえに最初の光を灯したのも、幾千もの家々に料理の香りを漂わせたのもかまど神じゃった。人々はすでにかの者のことを忘れてしまった。じゃがかまど神が存在した時代、人々にとって最も大切な仙人だったんじゃよ。かまど神の魔人マルコシアスは石の摩擦の火花から誕生した。ろ過と民生を司る民に愛される魔人じゃった。グーパーじゃねえか。千年前、人々は平野に集落を作り、そこをキリシュと名付けた。かまど神は幾千もの体に分かれると人々に食と産卵をもたらしたのじゃ。じゃがある日、洪水が故郷を奪ってしまう。人々は南下し、リーユエ港へと逃げた。その旅は嵐に見舞われ、数十日間にも及んだ。そしてかまど神はある料理を作り出したのじゃ。寒さをしのげ、持ち運びに優れた料理を。それから数百年の間、大地は災害と疫病に見舞われた。かまど神はそれらを鎮めるため、力を大地へと捧げたのじゃ。力を使い果たしたかまど神は知能が下がり、別れる時には人よりも小さくなっておった。そして幸福をもたらす料理とろ過の神王を
帝君とわしに告げると、アニメーション長い眠りについて。で、シャンリンが置いたのか、少女の作ったピリ辛蒸しまんじゅうを食べ、その味に懐かしさを覚えて、共にあることを決めたのじゃ。ロリシャンリンや。かまど神が姿を消した後、露店で物を売る人、料理をする人と日常が戻った。かつてのリーユエのようにも。誰だあれ。天地の恵みにより雨と風の祝福を受け、三回が歓喜する。歓喜だかね。星が巡り、世は遷移したが、世界の本質は変わらない。行くは聞く、初対行くは聞く。名を馳せようと職工を頼りに進むのは大事なことよ。あれ誰だ。今昔の所持は激動に流され、新たな才が現れた。何じゃこりゃ。ちょっとは人にとって気持ちを高めるもの。なぜなら食べるということは市場の霊気をいただくものであり、飲むということは天地の聖水をいただくものじゃから。空だったら空だったのかな、あの絵巻。同時にそれは最も重要なことでもある。さらに人は生きていく以上、空腹を満たさなければ力が出ない。そして食べるということには大きいものから小さいものまで様々とある。小さいものとは、米一握りを食し、岩に流れる水を飲み、腹を満たすこと。大きいものとは、月と星の甘露を壺で飲み、千年の道を導くこと。うるき友よ、あなたが眠っている間、リーユエはすっかりとにぎわい、美しくなった。嬉しいかのう、クオーパー。なんだクオーパー、こんなに大事なこと。なんで教えてくれなかったの。喋りまへんからよ。ねえ、もう昔のクオーパーじゃないんだ。話すこともできないから伝えられなかったんだろう。クオッパー、この子ったら。シャンリン。シャンリン、悲しむ必要はない。何事にも裏表がある。グオッパーはかつての知性を失ったが、悩みのない生活を暮らせるようになった。この世で全ての悩みから解放された者などおらん。わしらは知恵と心を持っているゆえ、自然と様々なものに惑わされる。そしてかまど神は知恵と勇を合わせ持っておった。前線で戦ってきた分、今は休ませてやろう。こうして何のしがらみもないのは休めている証じゃ。この子をもっと大切に、一緒に旅をしてさまざまなものを食べ、世界を回ってあげなさい。うん、必ずそうする。シャンリンは仙人と縁があるのね。グオパーもシャンリンを認めてるんだわ。長い眠りから覚めた瞬間、ピリ辛蒸しまんじゅうという懐かしい味と再会させてくれた。いくら時が経とうとも、グオパーは自分が考えた料理を覚えていた。そしてシャンリンが再現して作った料理を認めた。そうじゃ、故郷の料理を食べれば
故郷を思い出すことができる。昔のことを思い出せなくとも、グオパーは自分の料理を食べたことで懐かしさを覚えた。じゃからこそシャンリンについていったのじゃ。かまど神に初めて純粋な食の喜びを感じさせたのはシャンリンなのかもしれないわね。シャンリンって本当にすごい料理人だわ。うん、そうだといいな。お客様に笑顔を届けることが私たち料理人の使命だから。さて、時間も遅くなっちゃったわね。私は他に用事があるから先に失礼するわ。旅人、失礼。シャンリン、ありがとう。また時間があるときに君たちに会いに行くわ。一緒に旅してるけどな。お父さんはもう知ってるかもしれないけど、このことを帰って教えてあげなきゃ。知ってんのか。師匠も久しぶりにうちでご飯を食べない？お父さんは師匠のことをよく心配してるの。師匠を家に呼びたいっていつも言ってるんだ。そうじゃったか。ならお言葉に甘えてご相伴に預かろうかの。さあ、この古い道をゆっくりと進むんじゃ。山を降りてリーゆえの皆の様子を見てみるといい。誰に言うとんねん。あれ、まだ終わらねえな。グオパー石像すげえな、これ。シャメ取るか。急がないと。あとでシャメ取ります。勝利先生。お前か。お前かって。久しいな、友人よ。覚えてんだ。おやおや、あなたもここをお散歩してたのかい？この時期は外を歩いて食事を楽しむのに適しているからな。やっぱり勝利先生。でもお金持ってないんでしょ。散歩とはいいものじゃ。わしらが開講する機会を与えてくれた。カルタリアからお金借りないと。グオパーはあなたのことがわからないが、それでも喜んでおる。なぜだかわからんが喜んでるってこと？グオパー、いろんなことを忘れちゃったのに、それでも親しい人を感じ取れるのか。友情とは元から時代を超えて存在するものだ。旅人、月酔いという言葉についてどう思う？どうとは？名月を見上げれば全ての思いが込められていることがわかる。この感情と風景の中、星々に照らされ月を追って思いを馳せる。亡き友の恩を感じ、古き友の情を受け、時の真意を追求し、先週の城を周遊する。これらすべてを月酔いという。わしは随分と年を取ってしまったから、何を見ても感傷に浸ってしまう。しかし子供たちを見ていると、そこに美しさを感じ取れるんじゃ。豊かな生命力が地下から湧き出るように。この一千万年の時を歩んできた古き大地は今もなお輝かしい。一千万年歳なの、貧乏よ。旅人、あなたに見届けられたこの月酔い祭はさらに面白いものとなった。
シャンリンにお茶を入れてもらうといい。ゆっくりとお茶を味わいながら思う存分語らうといいじゃろう。勝利先生最後しか出てこない。最初から勝利先生に聞けば一発で終わりでしょう。ああシャンリン、お客さんがいっぱい。どんな料理がいいかな。グオーパー逃げてたぞ。鶏肉、魚、エビもあるから天心を2つ作って、そして炒め物も。みんなきっと喜んでくれるよね。さすが俺の娘、また料理の腕前を上げたな。優勝、いや、そ、優勝商品って何だったんだ。何もらもらえたんだ。結局何もらもらえたのか分からんが。はい、というわけで、まあ今回はこの辺かな。この辺だろうね。何もない。何もないのよ。世界任務全然やってない。はい。それではまた、まあ、バージョン 2.2 になったら、ホライゾンのアーロイが来るみたいですね。PC 版でも来るみたいなので、それを手に入れようかな。また多分ストーリーが始まると思いますんでね。タルタリアだったっけ？あと、トーマ。トーマが来るんだよね。そうだ。トーマの分に取っときゃよかったな。それでは、またね、ストーリーがあったらお会いしましょう。それではまたのご来店お待ちしております。バイバイ。さらば。